今日はクリスマスプレゼントをフライングしてちょっと開けます本当はクリスマスプレゼントを開けたらダメだけど、まあ大人だからちょっとだけ見てみましょうね。ダダーン。セルヴォーグから出たフィフスアニバーサリーキット限定ボックス、数量限定発売。このラベルも一枚一枚刷られていて、同じものは一つとしてない表情のラベルだそうです。この中に入っているのはサジェスティブリップス、シースルーブラックの限定一色のものと、なんかちっちゃくて可愛いし、色はブラックっていうことなんだけど、時間とともに唇の水分量に反応してカラーが変わるっていう、簡単に言うとちょっと紫っぽいピンクパールが入ってて、ちょっともうなんて言うんだろう、すごくかわいい、かわいいこのオイルは一番人気のオイル、大人気なんだけど、まあこれはもうこれは置いといて、もうとにかく欲しかったのがこのこれです。セルヴォーグからやっと初めてネイルポリッシュが出ました。セルヴォーグサジェスティブネイルポリッシュ限定一色シースルーブラック。あー、セルヴォーグのネイルやっと第1号です。これがもう塗りたくて、これが欲しくて、もうこれっていう感じだから、あ、これはもう これは透け感のあるシースルーブラックカラーで、一度塗りだとすごく透けて、なんか自分の地爪の全部が見えちゃう、なんかあのぬめるこう波になってるのとか、お手入れしてない地爪がバレちゃうから、あの自分がバレちゃうからちゃんとしなきゃいけないネイルですね。ということで今日はもうすでにあのいつもは塗らないベースコートを真面目にもう塗ってあります。なんでそんなこと知ってるかっていうと、実はもうちょっと前にもう一回インチキして開けて様子を伺ってこれベースコート塗ってからやろうって思ってた。これをもう塗ってみます。この上で塗ってみようか、こうやってね、こうやって塗ってみようか。おー、なんつうかな、こういう感じです。すごくセルヴォーグらしい、一度塗りだとこういう感じ、透け感のある、なんていうのかな、セルヴォーグらしい、この細かいこうシアーなダメっていう、そういうテイストが、水塗りをするとこういう感じで、なんかブラックパールみたいなパールの輝きです。偏光ラメがいろいろ入ってて、玉虫色に光って緑っぽい感じとかピンクっぽい感じとかパープルっぽい感じで、実際にリップを塗ってみます。これは粘膜が強調されるみたいなエロい感じのシースルーブラックですね。ブラックっていうより本当になんか粘膜の透け感のある、とってもつけ心地が軽くて、なんかちょっといい感じの気分になって、こんな感じですなんかこういう気持ちにさせちゃう感じの、これはいい感じです。というわけで、フライングしてちょっと覗いたので、またクリスマスにさも今開けたかのように開けようと思います。一回しまいます。
まそんなもんよね。大人になったらもう自分のサンタは自分ですから、何でもいいんです。楽しいホリデーシーズンを迎えてくださいね。それではバイバイキーン。